2番バッター、背番号3番、ストライク。なんてかった。能力は統一のビジョンをフィルムに映す念写。ぶったたいていちいち3万円もするカメラをぶっ壊さなくちゃならん。そうだ、体調が悪いと言ったのを利用し、太陽って体温計を振ってメモリを戻してるんじゃないの。体温計って、それは万年筆だった。万年筆、万年筆だって。これが万年筆に見えるの。乙女心をもてあそんだわね、この浮気者。早くして、アンデル、わしゃもう涙が出てきた。この悪党が、シャイ、ヘルプミー、オーマイガー。座らせてから乗る。ちょっと待ってくれ、今すぐ座るからな。座れっけ。どうすれば。乗っ取るのが間に合わない。貴様はスタンドを極めるお方、ジオ様はそれらに君臨できる力を持ったお方なので、たどりつけるわけがない。あっ、何しやがるんだ。レロ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 。タバコの煙を少しでも吸うとだな。鼻の頭に血管が浮き出る。なんだこいつ、ブルース・リーにでもなったつもりか。首が落とされてしまう。もうダメじゃ。いやー、ちょん切れる。おほんもうダメじゃ。ジョースターさん、死ぬ。もしジョースターさん、ちょん切れる。おほんバス。なんだ、どうしたねえな。だからあたしゃ言ったろ、弱点はないってさ。このビーチグ様がハハハハダービー。私と話をしてちょうだい。お願いよ、話を。ジョースターさん、そんなに動いたら。イエス、ジョータロー、早く抜き取れよ。うるせえぞ、じじ。ジョータロー、オレンジの丸ごと一口食いの競争しようぜ。なに。いってーよ。なんだこいつ。このすごい速さで小刻みにアクセルボタンを押すやり方はスタートダッシュをするやり方だ。何それって、この豚の餌はそのためにいるのか。レロ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 イエス。欲しい、何をおっしゃる。こうしてみると40ぐらいに見えるよ。デート申し込んじゃおうかな。からかわないでくだしゃれ、お客さん。
かしてやがるこのボケが。このエテコ勝ち誇ってやがる。高校大学と成績は一番で卒業した。大学ではレスリング部のキャプテンを務め、社会に出てからもみんなから慕われ尊敬されたからこそ政治家になれた。ハワイに1000坪の別荘も持っている。25歳年下の美人モデルを妻にした。税金だって他人の50倍は払っている。どんな敵だろうとぶちのめしてきた。いずれ大統領にもなれる。わしはウィルソン・フィリップス上院議員だぞ。ビーチクソどもが、この触手が気持ち悪いんじゃよな。あ、そうだ、牛の心を乗っ取ってやる。そうすればほれ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 、妹を消してくれ。妹を父に戻してくれ。レロ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 。エリオット医師は殺人鬼だ。8人殺している。殺した患者の話が楽しめる。海は王子じゃ。名はジョセフ・ジョースター、アメリカ人、ホテルクラックスに泊まってる。何？ところで姉ちゃん、わしゃ特にあんたのような若いナースがたまらなく好みでの。何？1981年、映画類人猿ターザンの主演女優はボーディリック。今夜はビートイットのパロディ、今夜はイートイットを歌ったのはアル・ヤンコビック。最高に入ってやつだ。勝った。第3部完。トムとジェリーの漫画に出てくるチーズみてえに。よさま、飛び出してくるぞ。え、俺？中にいたのは俺だった。600、350、550、400、450、425。漫画家にしてみろ。子供の頃からなりたかったんだ。ディズニーより売れっ子のやつがいい。惨めなやつは嫌だぞ。ポルナレフランドを立てるんだ。離れん。やだ、もう何ですか。私だよ。ジョー太郎、お前も。サリほれ、紙だ。何したらすんじゃ、この変態クズ。ドアぐらい開けて出ていけ。